燃料電池電気自動車を作った。太陽の力を使ってエネルギーを作り出す。そのためにホンダはソーラーパネルを作った。さらにそのエネルギーを利用して水素も作り出す。そんな研究をずっと続けている。きっといつかみんなの家で電気や水素を作れるようにする。ホンダは環境のためにエネルギーを作ることから考えている。スーパーカブを作るとき、本田宗一郎が目指したこと。どこにもないから作るんだ。そしてカブは世界を走り始めた。50年を超えて世界に広がったスーパーカブ。そんなカブが電気になったとしたら、エンジンがなくなったらもっとシンプルに、電気になったらもっとコンパクトに。免許がいらない電動カート。乗る人にも周りの人にももっと優しい形になっていく。街を走る車にもっと